かつてデーネ研究所の磯部です。本日は植物ゲノム情報統合ポータルサイトプラントガーデンの構築ということで、ご説明いたします。で、植物の、ゲノム情報のデータベースなんですが、統合化推進プログラムにおいて、これまで2種類のデータベースを開発しておりまして、平成23年から28年度は PGDBHA という、データベースを開発しておりました。で、この当時はまだそのゲノムシーケンスが、そんなに皆さんがやられるというものでもなかったので、マーカーやあるいはオルソログ遺伝子の、情報等を、格納してきておりました。で、平成29年度からプロジェクトがまた新しいフェーズに移ったんですけれども、その頃にちょうど NGS が非常にいろんな方に使われるようになりまして、で、やはりこういった情報も格納していかないといけないとなったときに、これまでの PGDBJ の構造ではなかなか格納が難しいということで、データベースの構造を一新させようということで、平成29年から開発を開始しまして、新しいデータベースでは、ゲノムや遺伝子情報の、情報を、入れると。それからマーカー情報は PGDBJ から移してきたんですけれども、SNP 数ですね、公開されている SRA ベースの SNP の情報等も確保するということで、データベースの構築を行ってまいりました。で、ベータ版の公開を、2019年の3月に行いまして、正規版を、ようやく本年度公開することができました。日本語版と英語版で公開しております。で、またプラントガーデンという名前なんですけれども、PGDBJ がなかなかアルファベットの組み合わせで、覚えて、いただきにくかったということで、こちらも覚えやすさを意識して命名をしております。で、プラントガーデンなんですけれども、トップページがこのようになっておりまして、で、前回の PGDBJ では、いわゆる研究者の方と、それから、ちょっとゲノム情報に触っていないような育種関係の方と、入り口を変えていたんですけれども、分かりやすさベースで変えていたんですが、今回はどんな方でも、分かりやすいということで、どういうアクションを行えば、自分の欲しいデータが取れるのかといったことを、意識して、デザインを再構築しまして、4つのメニューに、主に、分けまして、で、シンプルなデザインと変異な言葉を使うように考えました。で、想定するユーザーとしては、従来の生物研究者、あるいは育種の関係者を考えているんですけれども、それに加えて、さまざまな大学や高校等の教育機関等でも使っていただけるように、できるだけ分かりやすくしたいということを考えております。で、格納するデータなんですが、高精度なゲノム配列が公開される植物種は、目的とかですね、作物や野生種といった、そういったことにもかかわらず、可能な限り網羅する方針で、現在、数を増やしております。で、2020年の12月現在で、植物種としては119種で、ゲノムとしては133ゲノム。で、それらのゲノム情報で、推定された遺伝子の情報、あとは PGDBJ の時代からキュレーションしておりました DNA マーカーや QTL 情報で、後ほど改めて述べますが、SRA から検出した変異情報等も、格納しております。こちらの、3812というのは、SRA のファイルの数となります。で、ページの紹介正規版が、今年初めて出たということで、このフォーラムでも初めての紹介なんですけれども、ざっと、データベースの概略をご説明しますと、まずトップページから、植物を探す、あるいはすべてを見るといったところで、45科に属する119の植物種のリストが取ってきます。で、非常に多いので、キーワード検索、あるいは、並び替え等で、目的の種に飛ぶこともできますし、よく検索される植物種というのは、上の方に並べるようにしています。今はちょっとまだ、ちょっとマイナーな種も一部載っているんですけれども、そういった形で、アクセスしやすいようにしております。で、それぞれの種にたどり着きますと、種ごとに、ページが管理されておりまして、例えばこれは都草の性質なんですけれども、ゲノム配列、それから遺伝子 SNP 数といったようなものが、取れるようになっております。
でゲノムのアセンブルに関しては一つの種で、まあ、複数のアセンブルバージョンがありますので、それぞれのアセンブルバージョンごとに表示をしております。で、DNA マーカーや、まあ、QTL 情報は PGDBJ からの、コンテンツを移行しております。また、各種に対する、メタボノミクスやタンパク質 DBA のリンクや、それぞれの種で、まあ、代表的な、データベースのリンク、これはまだできてない種も多いんですけれども、といったものを貼っていきたいというふうに考えております。で、アセンブルされたゲノムの情報なんですけれども、ゲノムバージョンをクリックしていただきますと、まあ、どういうアセンブル情報なのかといったものが、出てきたりとか、あとはダウンロードもしくは J ブラウズへの表示ですね。それと目的とする、欲しい配列がポジションが分かっていれば、その配列を切り出してそこの配列だけ得られるというような、まあ、機能もつけております。あとはここのページから該当するアセンブル配列の遺伝子情報を探すこともできます。で、遺伝子配列の方の検索なんですが、まあ、先ほどのこちらのゲノムの配列のバージョンからもいけますし、こちらの、種のトップページの遺伝子を探すからそれぞれの、ゲノムのバージョン別に、入ることもできます。で、こちらクリックしていただきますと、まあ、例えば、ゲノムのバージョンですね、といったものはそのバージョン名をキーワード検索に入れますと、全リストが入りますし、ここのキーワードケース検索はいわゆる機能ですね、なんとか会員ですとかそういったものを入れて、検索していただくこともできます。それからそういったことで、遺伝子検索をしてそれぞれの遺伝子のページに飛びますと、遺伝子の、まあ、詳細情報が出てまいります。ここもですね、遺伝子配列そのものを取ってきたり、あるいは J ブラウズ上に、J ブラウズに飛ぶこともできます。のアノテーションの情報なんですけれども、こちらはそれぞれゲノムがアセンブルされた際にアセンブルされた方が、アノテーションもされているんですが、データベースとしてはやはりその項目を統一したり、あるいはアセンブルの、パラメータを、まあ、統一して比較したいということもありまして、こちらでの表示は、このプロジェクトで再アノテーションを行ってそれを表示しております。で、元のアノテーション情報が欲しいといった場合は別なんですが、ダウンロードをして取っていただくというような形を取っております。それからちょっと遺伝子機能に戻るんですけれども、遺伝子検索に戻るんですけれども、機能からの検索っていうのもできまして、GO や KEG からどういった GO のものを欲しいのか、あるいは KEG のものを欲しいのかといったもので、検索することもできます。で、この機能から取ってくる場合も、早いアノテーションというツールでアノテーションしているんですが、その結果に基づいて、検索するということになります。で、あとはですね、すみません、ちょっとこう遺伝子配列の検索としてしまったんですが、SNP の情報の方ですね、SNP の情報に関しては、公開された SRA から、リファレンスに対するバリアントを、まあこちらで独自に、検出して、それを公開しています。で、現在のところ、各種について、100系統、100の SRA 情報を、まあ、マックスとして、解析をしておりまして、これら100をすべて、まあ、統合した VCF を取ってくることもできますし、リストをクリックしていただくと、まあ、それぞれの、系統の GVCF を取ってくることもできるようにしております。で、あとはですね、このプラントガーデンを作った際に、いわゆるユーザーの皆様にリファレンスとなる情報を提供するだけではなくて、それぞれのユーザーの皆様のお手持ちのデータと比較するようなツールを作っていけないかということで、これもまだまだ発展途上なんですけれども、そういったスペースを今用意しております。で、こちらの解析をしてみようといったところを押しますと、現在提供しているのはSNPを解析するパイプラインですね。こちらはアカウント登録をしてログインをして、そこから解析をしていただくことになります。それからこの、プラントガーデンで使っている早いアノテーションというツールそのものも公開をしておりまして、まあ、ローカルで、解析するための、GitHub に置いているところのリンクも貼っているんですが、最近バージョンちょっと上げたものをですね、やはり
ウェブベースに情報を上げていただいて解析するというものもありまして、こちらはユーザーごとにドッカーのコンテナを自動で作成をして解析をするような形となっています。まあ、ここをクリックしたらこういった表示が出て、まあ、ちょっとしばらく時間がかかるんですけども、待っていただいたら解析のページに飛ぶような形となっております。まあ、そういったことで本当にざっとしたご紹介だったんですけれども、まだまだ発展途上の部分もありますので、まあ使っていただいて、もしもっとこうしてもらいたいというようなことがあったり、あるいは格納するデータも私たちキュレーションをついていないところもありますし、こういったものを早く格納してほしいというような、まあ、ご要望がありましたら、ぜひ、こちらのメールまでご連絡いただけたらと思います。私からは以上になります。